はい、作業服ですね、インクのパンク事故ですね。おそらく、ご家庭で洗濯された時に、ポケットかどっかに、入っていたのをそのままうっかりと洗ってしまったんだと思いますけれども、この前もあったんですけどね、まだ服自体がね、新しい感じなんで、おそらくね、新入社員の方かと思うんですけれども、入社早々ですね、こんな感じで汚してしまったことで、怒られたのかどうかはちょっとわからないですけど、いくらかかってもいいから取ってくれというような、胸の、ご依頼をいただいてます。かといってね、青天井というわけにもいかないんで、なるべくコストを抑えながら、やっていきたいと思いますんで、始めてみます。まだにじんでる部分なんでね、そんなに定着性が強いわけじゃないんで、問題はね、この隣の震源の部分ですね。こちらの部分ですね、裏まで行ってくる。嫌な色の出方やな。結構ね、これ素材がポリエステルなんですけど、化繊の場合ね、やはり最後の最後わずかに残る時がありますね。特にポリエステルはうまくやらないとね、そうなっちゃう可能性もあるんで、ただかなり改善はするかと思いますけれど、ちょっとなんかしんくってる感じやな。水に濡れることでね、やっぱり取りにくくなってるのは確かなんで、
かしたらなんかあれだな、自分で取ろうとしたのか手を加えてるような感じもしないでもないですけど、まあ乾かせばね、これで収まるかとは思いますけどね、この辺はにじんだところなんで、まあ、ここら辺はまあ洗って取れると思うんで、まあなんとかいけましたんで、はい、はい、まああと何箇所かね飛び散ってますので、まあ、そこも、まあ、こんな感じで、ここもねこんなちっちゃいですけど、あこれ間違った。結構ね、こうやってね、含んでますんでね、今日。